こちらは先ほどから怒涛のような声援に包まれています南半球ブラジルサンパウロのリラペア体育館です。94年バレーボール世界選手権の女子決勝戦は初優勝を目指します地元ブラジル対バルセロナオリンピックの覇者で2回目のこの世界選手権優勝を目指していますキューバの対戦になりました。この放送の解説は全日本女子監督現在ビーチバレーの全日本監督の米田和也さん、実況担当私宮澤隆でお伝えしてまいります。米田さん、はい、まあ想像はしましたが、この体育館大変な声援ですね。すごいですね。もう本当にもうブラジルの人気はすごいですね。はい、はい、さあ、この大会は10月の21日から行われてまいりましたが、10日間、さあ最終日がブラジルとキューバということになりました、はい、そうですね、もうまあ大体予想通りのね、対戦になりましたね、はいはい、今ファーストレフェリーとそれからセカンドレフェリーが発表されています。生中継でお伝えしていますが、ちょうど日本とは時差が11時間こちらが遅れていますので、現在の時刻は10月の30日の日曜日の、午後、3時56分を少し回ったところです。従いましてあとそうですね、10分ほどで試合が行われます。今スタジオの中村アナウンサーの方から勝ち上がり表を、言ってもらったと思いますが、ここまでのブラジルの戦いぶりなんですが、まあ、ブラジルはグループ A で1位、ルーマニアを3対0、それからドイツ3対0、韓国が3対1で破りまして1位、その後中国とシード順位 の、 その決定をする試合を行いまして、セットカウント3対0、その後準々決勝日本に3対0のストレート勝ち、そして昨日の準決勝ではロシア相手に、ね、まあ、大変苦しんでセットカウント3対2、ね、2対1で1セットリードされましてね、4セット5セットねよくひっくり返しましたね、第1セットが15対7、第2セットが14対16、そして第3セットが12対15、セットカウント1対2から第4セットも5点差 ね、 そうですね、0対5だったんですね、はい、それからですね見違えるような動きを見せましたよね、はい、すごい集中力でした。そうですね、はい、さあ一方のキューバですが、こちらは意外と余裕しゃくしゃくできたかなという感じですが、そうですね、もう本当に横綱相撲といいますかね、もう余裕で決勝まで楽に来ましたね、はい、このキューバなんですがグループ B で1位でした、ペルーを3対0、オランダを3対0、アゼルバイジャンを3対0のストレート3連勝でこの B グループ1位、そしてシード権決定の試合でアメリカを3対0、準々決勝ではドイツを3対0、そして準決勝の韓国も、まあ、韓国は、先ほど3位、4位決定戦でロシアに敗れましたが、その韓国相手に何か子供扱いのようなね、そうですね、本当大人と子供というね、わずか1時間足らずでね、はい、本当にあの一方的な勝利でしたね、はい、さあそしてその地元のまずブラジルなんですが、はい、10回目の出場で決勝戦は初めてのこれが進出ということになります。そうですね、一方のキューバは7回目の出場でこれが決勝戦は3回目ということで一度優勝しているわけですね、はい、そうですね、あのここ4、5年ですね、もうキューバの前世時代ですね、はいはい、さあそして、まあ、会場も大変な雰囲気なんですが、はい、なんですかもう切符がとにかくもう、そうなんですね、満員で完売でもって、あのこの出入り口にはまだまだの入りたいというお客さんがですね、はい、ですね、いっぱい駆けつけてます。そうなんですね、はい、であの今日のこのブラジルのお天気なんですが、はい、昨日あたりはちょっと肌寒かったんですが、そうですね、今日も少し、肌寒さはありましたが、だいぶ気温が上がってまいりまして、午後1時現在で20度ちょうど、先ほど私外に出ましたらば、風がやや強めで、まあ、だいぶ涼しいかなと、はい、肌寒さはなくなってきたようです。そうですね、で天候は曇りというお天気です、これから夏に向かおうというこのブラジルなんですが、さあその中でまあ、この会場はですね、あの今までの発表ですと、まあ、1万6500人昨日はブラジル戦入ったわけですが、はい、まあ、2万人近いね、2万人は入ってますね、入るかもわからないなと、はい、立ち見の方を入れたらね、2万人近く入ってると思いますね、はい、さあそのブラジルなんですが、まあ、昨日はちょっと危ない試合もありましたが、はい、どうでしょうかここまで の、 その戦いぶり、やはりですね地元でですね、はい、あの優勝というものすごいプレッシャーの中でね、はい、毎日戦ってると思うんですよね、それがまあ昨日の土壇場でですねすごくいい方向に出ましたけど少し緊張感があるかなという感じは感じられますね。そうですか、はい、はい、さあ一方のキューバなんですが、何かもうとにかくセットは一つもまだ失っていないんですね。そうですね、まあ、もちろんシード権もありましたしね、はい、相手にも恵まれた感はありますけども、はい、それにしても圧倒的な強さを見せてますね、そうですね、はい、さあそのブラジルとキューバなんですが過去の対戦を紐解いてみますと、はい、まず最近では92年のバルセロナオリンピックで予選 B グループでぶつかりまして、はい、キューバがセットカウント3対1でブラジルを破っています。
しかし今年は4回対戦していまして、はいねブラジルが4連勝なんですね、はい今のブラジルはね乗ってますよね勢い乗ってます、はいセットカウントが3対0それから3対1、3対1、そして最近では9月の9日上海で行われました、はい、ワールドグランプリの決勝リーグでぶつかりまして、ね、ブラジルがセットカウント3対2でキューバを破って、まあ、そのままブラジルがこのワールドグランプリ優勝したわけですね。そうですね。今年のブラジルはですね、すごく充実してますよね。そのブラジルは第1セットが15対12、第2セットが14対16、第3セットが15対12、はい、そして第4セットが10対15、そしてフルセットになりまして最後も15対13ですから。そうですね。すごい試合でしたよね。そうですね。はい。さあ、そしてまあこの試合のまあポイントとなるようなところは一体どの辺でしょうか。もちろんですね、ブラジルはですね、6人全員攻撃、はい、1つにまとまってセッターのフェルナンダを中心にですね、はい、バックスパイク、イルマ、アナモーゼ、はい、この2人を絡めたですね、コンビバレーなんですよね。で一方キューバはですね、もういつもながら2セッターで、はい、いつも3人前にアタッカーがいる、で一人一人の個人技で戦っているという、はい、そういう対照的なチームの戦いとなったと思いますね、はい。で両チームのここまで そのベスト8に入ったチームのいろいろと部門別 その数字あるいは順位を見てみますと、はい、チーム成績ですね。ベスト8に入ったチームの8チームの中でブラジルがアタックとブロックが1位、はい、サーブが5位ですね。そうですね。キューバはアタック6位でブロック3位、サーブが1位と、ちょっとキューバのアタックの6位というのは何か下せないなという感じもしたいでもありませんが、そうですね、まあ、6位というよりも、まあ、全部が打てますからね。あ、なるほど。6位全然で打数もですね、適当に散らばして、いつもだとミレア・ルイスを中心にですね、はい、ルイス、また体格のベルを中心に、両エース中心というよりもうまくこうトスを回してますよね。あ、そうですか、はい、ちょっと意外なのはそれからレシーブで、レシーブとサーブレシーブがブラジルが6位と5位、キューバが2つとも最下位なんですね。そうですね、ベスト8の中では最下位なんですね。まあ、しかし両チームともまあ断然たる強さを見せてまあ勝ってまいりましたが、ブラジルは昨日のロシア戦本当にもう本当にもう首の皮一枚で崖っぷちでした、はいはい。でそのブラジルのフェルナルド監督なんですが、はい、今年の3月に正式に就任したということですね、はい。35歳、元ナショナルチームの監督でイタリアのクラブチームで1年前、はい、やられた監督をやっていたということなんですが、はい、まあ、大変なプレッシャーとそれから疲労があるけれども、とにかく7ヶ月の準備期間で、海外遠征も多くいろんなことをやってきたと、で彼女たちも本当によく、耐えてきたという話をしています、はい。ですからキューバ戦はね、いつもの相手だから全力でぶつかると、で体力よりも心理的なものが大変大きいかもわからないという話をしています。で一方キューバに関しては、はい、アタック、サーブ、ブロックが強いがいつも決勝で当たり慣れているという話をしています。そうですね、はい。それからキューバの、エウフェニオ監督なんですが、はい、まあ、なかなかブラジル戦はね難しい試合になると思うと、集中して一生懸命やらないと勝てないと思うという話をしています。で昨日試合をキューバ戦を行いました韓国のセッターの、リー・ドヒー選手なんですが、はい、彼女の昨日の記者会見での予想ですと、キューバは非常にね、ブロックが高くてディフェンスがあまりよくできなかったんだと、自分たちは。そうですね。でブラジルの方はそのいろんなそのバリエーションが多いチームで、まあ、私としては多少キューバの方が強いかなと、まあ、ではですね、多少キューバが有利かなという感じはしますけども、はい、ただこのサポーターを見ますとね、サポーターを背にですね、はい、ブラジルが乗りまくっていくんじゃないかなというか予感もしますね。そうですか、はい。さあコート上に両チームの選手が登場してまいりました。この黄色い T シャツは地元の、まあ、スポンサーの銀行の、ね、はい、そうですね、T シャツなんです、さあこの黄色とそれから濃紺が地元ブラジル、そして白と赤がキューバです。さあ果たして世界チャンピオン、世界ナンバーワンはどのチームでしょうか。両チームのこれから国歌の吹奏が行われます。ビビラプレイヤー体育館です。
さあ果たしてこの世界選手権の覇者はブラジルかそれともキューバか、大変な試合になりそうです。今両チームの先発が発表になっていますが、はい、やはりさすがにもうベストメンバーカチカチですね。もうこの6人はね、もう不動のメンバーですね、お互いに、はい、まもなく画面でも発表されると思いますが、番号順にこちらの方からまず紹介してまいりましょう。まずブラジルですが、2番レフトのアナモーゼ、4番センターアルバレスイーダ、5番センターロドリゲスアナパウラ、9番レフトカルデライルマ、そして11番ライトクーニャマルシア、そして14番セッターベンツリーにフェルナンダとなっています。一方のキューバは若い番号順に2番セッターのコスタ・マルレイ、そして3番レフトルイス・ミレーヤ、4番セッターイスピエルド・リリア、8番レフトベル・レグラ、10番センターのトレス・レグラ、15番がセンターのカルバハル・マグガリーとなっています。そして、主審はギリシャのマルガリティス、そして副審が日本の水谷さんです。まあこのブラジルでもそのレギュラークラスの選手たちは大変な人気でしてね、はい、そうですね、さあもう一回いきましょう。2番アナモーゼ、185センチ26歳、前回の大会のベストスパイカーです。そして4番がアルバレスイーダ、そして5番がロドリゲスアナパウラで、9番がカルデライルマ、大変なこの人もスパイクの持ち主です。そして11番がクーニャマルシア25歳、この人も前回の世界選手権を経験しています。そして14番がベンツリーニフェルナンダ24歳、セッターです。まあ一応あの表示ではですね、はい、大体ニックネームをね、書いてることが多いんで、今これですね、はい、ですね、アナモーゼ、リーダ、はい、アナパウラ、イルマ、マルシア、フェルナンダで私も実況していきたいと思います。はい、で監督がレジェンデ・ベルナード35歳。さあ一方のキューバです。まずは、2番のコスタ、それから3番キャプテンのルイスが紹介されました。4番エスピエルド、そして8番のベル・レグラ、10番これが19歳のトレス・レグラです。はい、この選手も大変な選手ですね。そうですね、そして15番が、まあ、世界のセンタープレーヤーのカルバハルとなっています。もう役者が揃いましたね。そうですね、はい、そして監督がテオルヘ・エウフェニオです。さあご覧のようなキューバー6人、ルイスは3番、怒涛のような何か地響きが起こるようなそんな応援の中、ブラジルかあるいはキューバか、いよいよ94年女子バレーボールの世界選手権が始まります。どうやらベンツリーニフェルナンダのサーブでゲームが開始されます。この人も大変な人気の選手です。そうですね、はい、さあ試合が始まりました。センターからカルバハル、クーニャマルシアです。入りましたね。はい、入りました、はい、ブロックが決まってサイドアウト。まあ、今までもその相手 そのサーブですとこのブーイングね。そうですね、大変なブーイングです、はい、ブラジル1点とですからね、はい、あっとブロックだ、ブロックポイントになりました。カルバハルですね、2本続けてカルバハル、ね、前にもう1メートルぐらい出てますね、はい、はい、イルーマーが決めに行ったんですが決まりませんでした。1点を先行していますキューバです。イーダ、そしてフェルナンダ、バックアタック、アナ・モーゼ、アウトか。昨日のロシア戦でもちょっとね、ミスがあったんですがね。しかしね、よくジャンプしてますからね、はい、大丈夫だと思いますよ。そうですか、はい、少しね、右の膝が痛いというそのアナ・モーゼなんですが、はい、2対0になりました。今のはワンタッチあったんじゃないかというね、ブラジル側のアピールですけども、はい、それに対して主審はですね、はい、イエローカードを出しましたね。イエローカード、はい、はい、ブラジルチーム。コートキャプテンのアナモーゼがアピールを行いましたが、はい、イエローカード。そしてサーバーは2番のコスタ。キューバがリードをしています。マルシア、そしてフェルナンダ、そしてマルシアブロックリマーイ、またまたカルバーした。今はもう空中で捕まえてですね、これ見てください、もう握って落としましたよ、はい、これは今日はキューバすごい集中力ですね。そうですね、はい、このジャンプ力。さあもう1回速攻だ、アナパウラ、2段トス、カルバハルだ、これも高い、よく拾った、いいだ、
そしてアラモーデブロック、またまたカルバハルか、4本連続カルバハルですね、4連続、はい、キューバ4点をリード。やはり単調に攻めますとね、キューバの高さはなかなか抜けないですよ。はい、さあどうやったバリエーションか。ブラジルライトからフェイントはアウト、入らない、アラモーデアウト、5点が入りまして、これで5点を取った方、最初に取ったということになりますと、はい、1分間のテクニカルタイムアウトということになりました。いやちょっと、ブラジルファンとしては ね、意外な展開です。いきなりですねブロックに3本4本かかりましたので、ねはい、攻め方が、次の攻め方がね、フェルナンダがどう使うか、はい、この次が1本大事なところですね。そうですね、はい、さあ今ブラジルチームが来ていますが、まあ、ベルナード監督も昨年の12月に正式に就任が決まって、3月から、そうですね、チームを指令してまいりました。チームを、ね、まとめてね、世界のトップまでね、はい、よく引き上げました。まあ、とにかくコートの外ではそのプライベートは認めるけれども、はい、コートの中ではとにかくグループとして、そうですね、もう全員が一丸となってやってもらいたいという話をしています。はい、本当にチームワークのいいチームですよ。さあそして今年 その上海でのワールドグランプリの覇者というそのブラジルチーム、そのビッグイベントを地元このブラジルで達成することができるかどうか、はい、そうですね、もう絶好のチャンスですよね、はい、ブラジルにしては。さあ試合が再開されます。依然として2番のコスタのサーブが続きます。21歳のコスタ入りました。リーダー、そしてフェルナンダです。ライトからの攻撃はアナパウラ。ブラジルの持ち味はこのコンビネーションバレーなんですね。そうですね、1対1にすればなんとかなりますんでね、はい、これができないとやっぱり苦しくなります。さあそしてそのアナ・パウラのサーブです。ただ速攻でカルバハル、なんとか拾っている、はい、苦しいキューバのチャンスです。ルイス・コスタでライト攻撃はイスケルド押し込んだ、バーボールが繋がらない、サイドアウトになりました。懸命のコートの上での試合でした。そうですね、4番のイスケルド、サーバーサウスポーのベルです。ああ落ちました。ライトからイルバです。まだセンターカルバハル、徹底してカルバハルですね。いや今日はすごいですね、はい、今のはルイスにマンスを打ったんですけどね、カルバハルがセンターから3枚を抜きました。まだルイスは一度も打ってませんね、はい、ベルレグラのサーブです。リーダーフェルナンダ、バックアタックアラモーデブロッカー、カルバハル、カルバハル、はい、ものすごいカルバハル、完全にキューバはですね、これサーブレシーブ入ってるんですよ。それでも2枚ついてますよね、相手をよく研究してます、はい、26歳のカルバハルアウトになりました。さあこの辺でね、はい、1点ブラジル返しておきたいところですね、そうですね、得点は7対0です。キューバがリード、ブラジルサーバーはイルマ、さあルイスです、3枚飛んでいる、サイドアウトになりました。やはりジャンプ力は相変わらず健在ですね、トスがですね、レッドから1メートル半ぐらい離れたんですよね。そうですね、それでもやっぱり抜いてきますからね、はい、そこだイーダー、はい、29歳のイーダー、このブラジルチームは、はい、とにかくイーダーを除きまして5人がその、ジュニアの世界選手権で、ね、世界優勝したメンバーなんですね、はい、メンバーがそのままね、成長してきてますからね、はい、さあマルシアです。前回の世界選手権も経験していますマルシア、これが10番のトレスです、はい、19歳です、ね、そう19歳、はい、14歳からね、はい、まあ、この、オールキューバに入っています。キューバというチームはですね、エースにベルト、ルイス、はい、真ん中に90センチね、カルバハルとね、あっとこれはオーバーネット、はい、オーバーネットになりましたキューバチーム。さあもう一回ご覧いただきましょう。軽くジャンプしたけど、そうですね、1メートル91センチ、はい、そしてイーダのサーブです。レフトからアート取れない、出足はキューバは徹底してセンターから攻めてますね。あそうですね、30がありますので、センターに集めてますよ、はい、まあ、センタープレイヤーは10番のトレスとそれから15番のカルバハルです、はい、そして27歳になりましたルイス・ミリエア、これ長いぞ。さあ少しずつね、ブラジルの方にリズムが戻りつつありますので、ね、そうですか、はいはい、サーブ大事にしたいです、さあ5番のアナパウラ、この人はあの生まれ故郷の、そのミス・ラブラという大変なもう美人と聞いておりますし、はい、もうとにかくあのこのブラジルでの
その写真のグラビアの表紙を飾るような、ねはい、大変な人気の選手ですね、はいはい、まだ点が入っていません。ブラジル移動攻撃ブロックだ。ナイスカバーです、はい、マルシャ返す。チャンスはキューバ、得点のチャンスです。またセンターですね。カルバルのフェイント、あーっとマルシャスライダー、これセルマンダ、これは苦しい、いいだ。サウスポーのベル、ストレートへポイント、はい、8対0になりました。キューバ一人一人のパワーといいますかね、爆発力はすごいものがありますね。いやーまあそれはここまでね、今回選手権一つもセットを失っていません、はい、何かバルセロナオリンピックの貫禄を今のところ見せていますが、はい、さあ今はね、はい、パワーに対してパワーで打ち破りました、今日は会場のどこかで3歳のね、男の子さん、はい、息子さんが参戦しているはずです、はい、お母さん応援していますからね、はい、ベルデストレート、マルシャ上げた、これ苦しいところ、アナモーゼ返す、あーっとキューバ決めた、ポイント、ブラジルようやく1点を返しています、はい、さあここからがブラジル。ご覧のようにですね、キューバは強打に対してはめっぽう強いんですけども、はい、今のような難攻に対してはね、脆いところありますので、はい、少し考えたらいいですね。そうですね、どうなりますか、はい、クロスの強打、ベルサイドアウトになりました。サポーターの応援、まあ、本当に疲労とそれからプレッシャーで、まあ、疲労困憊だという話を、はい、工藤監督話をしていたブラジルチーム。時間差、はい、マルシャ、さあ少しずつリズム出てきました、わあ今のはしかしね、はい、横の方に、2枚をちゃんとね切ってます。そうですね、はい、さあそしてアナパウラ崩している、はい、さて崩したチャンスはブラジルです。どうする、アナパウラ、フェルナンダース消えていく、はい、マルシア2点目が入りました。これがブラジルのバレーなんですよね。そうですね、はい、いろいろなバリエーションがありますブラジルチーム。そしてアナパウラ、コスタ、あ打てない、ベル打てない、チャンスはブラジル、ライトからフェイント、マルシア拾った、キューバ、ベルサウスポーから3枚ついている、あっとこれはアナモーゼ返すことができませんでした、はい、その後ろでねアナパウラ待ってたんですけどね、待ってましたね、まあ、この代理監修ですから声が聞こえないんでしょうね、まあ、しかしブラジルはこの戦の中でずっとこういった試合をやってきたわけですね、いやすごいプレッシャーだと思いますよ、はい、2点差です。あっとリーダー崩れた、なんとか返しています。キューバのチャンス、どこに持っていくコスター、さあエースだ、高い、はい、もうとにかく3m35というのは男子ダンクの、男子ダンクですね、最高到達点、今のこれ見てください、もう胸あたりまで出てますね、大体の他の選手と30センチ違うんですかね、はい、違います、まあ、大体女子の平均はまあ3m というのがまあ大体の平均です。いいだ、ストレートへ、今まで苦しい時に頑張ってきたいいだ、いいだがね、本当にもういいムードメーカーになってたんですけどね、はい、これで10点目が入りまして2回目のテクニカルタイムアウト、5点それから10点、はい、どちらのチームかが先に取りますと1分間のテクニカルタイムアウトということになるわけです、はい、さあレゼンデベルナード監督の指示が飛びます、まあ、大変なあのパフォーマンスでこの画面を見てましてもね、本当にですね、選手を体全体でね、はい、もう最初1点から15点まで試合が終わるまで叱咤激励してますよね、そしてあの一応今日でその監督の契約も切れるということで、この後どうなりますかね、そうですね、さあそしてブロックが出ていますが、なんと言いましてもキューバここまで5本、はい、いずれもカルバハルポイント、はい、極端なブロックの差が今のところ出ています。得点は10対2、このイブラプレラ体育館はその、この町の中心地から南へ5キロ行ったところにありまして、はい、まあ、決勝リーグに入ってからやはりブラジル戦、ブラジルが登場ということで、はい、まあ、連日このようなお客さん、おとといは16,000、はい、昨日は16,500、はい、今日は4以上でしょう、はい、そうですね、はいはい、得点は10対2、キューバ8番のベルのサーブは続きます。23歳 1m80cm のベル、バカだ、カナモーゼブロックは弾いた、まあ、今までもこの2番のアナモーゼがチームを、ね、スパイカーとして引っ張ってきているわけですね、はい、キャプテンとしてもですね、まあ、キャプテンは今ベンチに、ね、下がってますので坊主キャプテンとしてですね、はい、頑張ってます、ルイスです、はい、強烈サイドアウト、
昨日までこのねルイス決めてもね知らん顔してましたけどね。そうなんですね。今日は一歩一歩ガッツポーズが出てますよ。何かあの今日のためにそのキューバチームは体力を温存してきたんではないかという感じがしました。全てこれに合わせたという感じしますね。カルバハルがサーブにかかっています。どうだ、アウトか。アウトになりました。ギルマのスパイクアウト、はい、バックアタック。フェルナンドのね、使い方はいいと思いますよ。今のようにね、はい、スパイクうまく混じって、これがブラジルのバレーですからね。11点目が入っています。今度はどうする。ライトからマルシア1枚ブロックついている。キューバ拾っています。これは打てるんですね。ルイス2枚ついているが速い、高い。普通の選手のオープントスの3倍の高さですよ。普通の選手はタイミングを組んで打てないんですけどね、はい、ルイスは打てるんです。まあ、これがやっぱりルイスならではのイベントでしょうかね。ナンバーワンエースですね。はい、12対2で、まあ、ブラジルチームが今度は30秒間のフリータイムアウトを取りました。はい、得点は10点差。そしてキューバチームが映っています。そしてブラジル、ブラジルはこの世界選手権7回連続10回目の出場で、はい、過去60年の3回大会、これはブラジルで行ったものなんですが、はい、それと86年の10回大会5位という成績が今までは最高です。前回は11回大会は7位でした。一方のキューバは78年の8回大会に過去1回優勝を飾っています。さあここでサーブのここまでエラーは2つ。キューバ一方のブラジルが1つ、まあ、サーブはね、5番ですね、はい、まあ、一応にはブロックの差でしょうね。さあ15番のカルバハルサーブを行います。セブンアンダーバックアタックレッド返されました。キューバはね、セッターの意識分まで打ってきますからね。そうなんですね。マークは難しいです、はい。まあ、昔からキューバは2枚のセッターです。セッターは2番とそれから4番入りましたね。コスタとそしてイスケールド。サービスポイントになりましたカルバハル。14点目。これでセットポイント。第1セット、あっとこれもいい、ダイレクト、はい、押し込んだ10番のトレス。第1セットは15対2、15対2でまずキューバが取っています。この放送は解説米田和則さん、実況担当宮澤隆でブラジルサンパウロより衛星生中継でお伝えしています。第1セットは15対2、まず、キューバが取りました。それから第2セットが始まります。まあ、このベスト6、ブラジルチームはずっとこの6人でチームをこう築き上げてまいりました、はい、もう4年間かけてね、本当にこうコツ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 積み上げてね、はい、やっと世界の頂点を目指して決勝まで来ましたよね、はい、さあそのイエローとそれから、ノーコンのパンツというこの、ブラジルチーム第2セット、どのような反撃に出ますか。両チームの、サイドがチェンジいたしまして、今度は左側、画面向かって左側がブラジル、そして右側がキューバということになります。さあ第2セットがこれから始まります。94年バレーボールの世界選手権の女子です。4年後には日本で行われますこの大会、今年はブラジル大会です。10番のトレスのサービスで第2セットがこれから始まります。セットカウントは1対0、キューバがリード。さあ始まりました。イーダ、フェルナンダです。そこだ、はい、5番のアナパウラ、ナイスコンビです。やはりブラジルとしましてはね、先手を取ってキューバを多少ね慌てさす状態を作らないとね、なかなか勝ち目薄いと思いますよ、はい、やはりどっかで慌てさせないと厳しいですね、はい、さあどうか、いっぱいだがアウトになりました。そしてキューバコスタのサーブです。あー、いいだ、一人マルシアが飛んで B の方に、ダブルでかけてますからね。そうですね、はい、4番のアルバレス、イーダが決めています。イルマのサーブでした。2段になってサウスポーのベル2枚、はい、普通のチームですとね、あれだけサーブレシーブが見られますとね、大体チャンスもらえるんですけどね、ただキューバはベル、はい、ルイスが打ってきますんでね、しかもそれ打ち切れるわけですね、はい、そうなんですよ、だからなかなか点にならないですね、はい、サーバー8番のベルです。いいサーブになりました。アンダーで上げた、苦しい、アナボーでストレート返しています。フォーレシーブのキューバでルイスストレート、バックアタックで3枚ついている。今度はアナボーで強烈になりました、
サイドアウト、はい、このセットの立ち上がりは合格ですよ。そうですか、はい、はい、アナモーゼコートキャプテン、はい、26歳クロスで決めています。しかもエースの、ね、アナモーゼが決めたというのはやっぱり今後の展開ですね。盛り上がりますね、はい、そしてマルシア、イスキエルド、コスター、そしてイスキエルド、アンダーで上げました。アナモーゼ苦しいところ、おっとコレシーブ、トレス、そしてルイスがクロスへ、はい、どうすることもできません。昨日よりもですね、30センチぐらいジャンプ力違うんじゃないですか、ルイスは。そうですね、はい、まあ、とにかく最高到達点が3メートル35というルイス・ミレイヤ、27歳になりました。どうだ、3枚だ、ブロック。真ん中のですね、ブロックポイント、バックスパイクに対してはですね、常に3枚飛んでますんでね、はい、両サイドに振り分けた方がいいかもわかりませんね。そうですか、はい、イリアのスパイクは失敗しています。バックアウト、ブロックされました。もう1回トレスです。2点目が入りました、はい、今のもしかしフェルナンダが飛んでいたんですが、その横でした。イーダ返した、イーダが懸命に返しています。キューバがチャンスを迎えています。イスケリュード、アブロック入った、入りましたね。イーダが決めています。29歳のイーダ、さあ、そしてイーダが下がりました。イーダも本当にこの、ナショナルチームに入ってからもう11年という選手ですね。トレス高い、速攻ですね。そこがアウトになりました。ちょっと力がね、肩に力が入りました。あ、そうですか、なかなか点を上げることができませんブラジルチーム。センターからの、いいコンビでしたけどね、はい、そしてイスキエルド、アナモーゼレシーブ、フェルナンダ、そしてアナモーゼストレート、あっとこれは苦しい。チャンスはブラジルです。アナモーゼエースはストレートへ、今のはですね、アンテナからね、はい、かなりこちらに来まして、あそこしか打てなかったんですよね、ルイスしか打てないですね。うわ、すごいですね、はい、ネットを伝っていきました、で、あのモーズもちょっとね、まさかという感じで手を出しました、はい、得点は現在3対0です。アナモーゼベルレシーブで返すことはできません。サイドアウト、気合が入ってますね、はい、地元の大観衆がうなりを生じる中、ブラジルがサイドアウトを取りました。しかしいつものキューバがですね、レシーブ上げてますよ、はい、粘っこいバレーをしてます。打って守って今のところは好調というわけですね、はい、そうですね、ジャンピングサーブ崩していますが、センターからさあブラジル速攻だ、はい、アナパウラ1点が入りました。バレーそのものはですね、そんなに悪くないんですよね、はい、ただキューバの高さにちょっとね戸惑ってるという感じはしましたけども、2セット目に入りましたね、はい、随分コンビ決まってきましたんでね。そうですか、はい、はい、アナモーゼジャンピングサーブ、これもいい、なかなかいい、イスケールド、そしてルイスが高いでブロックはアウト。ブロックのタイミングもね随分合ってきましたよ、そうですね、今までは早すぎてですね、はい、かなり上の方行かれてましたけど、今のタイミングねアウトになりましたけど、はい、タイミングはドンピシャリでした。なるほど、はい、得点は3対1、ルイスがサーブに下がっています。アナパウラ、そしてアナパウラ速攻でブロック、どうですか、はい、あのまともにね行きますとね、どうしても今のようにね、待ってましたで行きますけど、もう少しやっぱり移動攻撃をね、はい、それと一人時間差、もう少し混ぜてほしいです、はい、フェルナンダも大変に苦労しています。2攻撃拾った、そして押し合いはブラジルボールです。どうだ、打ち切ったのは、はい、イルマ、カルデラ・イルマ、レフトの体格がこのイルマと、それからアナモーゼです。はい、フェルナンダ、イスケルド、トレス、1枚ブロックはアナ・パウラ、さあブロックポイント出ましたね、そうですね、はい、マルシアですか、いえ、アナ・パウラです、アナ・パウラですね、はい、はい、2対4です、2点差、フェルナンダ、これもなかなかいいか、ライトからどうだ、クロスへ打ちました、コスタ、コスタがフォワードに行きますので、意外とライト攻撃多いんですよね、3割ぐらいはコスタ使いますんでね、はい、もう少しマークした方がいいかもわかりません。そうですか、はい、4対2、19歳のトレス、あーっとマルシア、ブロックはカルバハル、はい、今のはブロックフォローしたいですね、はい、
さあ5点目がまずキューバ入りまして得点は5対2と、ここで、キューバチーム、5点を先に取りましたので、1分間のテクニカルタイムアウトということになりました。なかなかリズムに乗れそうで今のところは乗れないのかなという感じがしますが、ただ1セット目に比べましてね、2セット目のは随分ね、コンビネーションも出てきていますし、ブロックのタイミングもね、少しずつ合ってきましたので、まだまだこれからね、楽しみですよ。ちょっと紹介遅れましたが、両チームのですね、平均年齢と身長をちょっとご紹介しておきましょうか。ブラジルは平均年齢がレギュラーで 24.7 歳、平均身長が 182.5 センチ ですね。一方のキューバが平均年齢がレギュラーで24歳、平均身長が 181.2 センチ、身長では約1センチ、ブラジルが勝ってはいるんですが、そうですね、それを上回るジャンプ力がちょっとね、違います。ありますね、はい、大体そのスパイクの最高到達点はキューバの選手は大体3メートル30ぐらい、平均3メートル30ですよね、で、ブラジルの方は最高がその今入っていない3番のジャイナなんですが、それ以外は大体3メートルちょっとぐらいと、3メートル中足らずですからね。そうですね、さあ得点は5対2キューバがリード。ストレスのサーブです。先頭再開、マルシア、フェルナンダでバックアタック、実は前、またまたカルバハルか、今日は大当たりのカルバハル、ね、6点目が入りました。1人で5ポイントやってますね。すごいですね、驚異のブロックポイント、アウト。キューバ の、 その、センターの体格は15番のカルバハルと、それから10番のトーレスと、共に1メートル90センチがあります。もう世界の壁ですね、さあ一方のこのセンタープレーヤーアナ・パウラ、地元の大変な人気者、イシュベルトでカルバハル、一時は予選では、出ていないこともあったね、カルバハルなんですが、そうですね、若い選手を使ってましたけどね、体調を整えてね、万全の仕上がりを見せてます。そうですね、さあコスタです。アナ・パウラ、フェルナンダで移動攻撃、マルシア入った、今のように移動を、多用すればですね、キューバのブロックは今の速攻の、移動、横の移動には、案外もろいところがありますので、さあそして、イルマなんですが、ここで10番のバーナが起用されました、ダグリングサーバーです。そうですね、23歳、さあ流れを変えることができるでしょうか。ルイスレシーブした、コストでベル、向こうはアウト、いやセーフです、入りました、サイドアウトになりました。得点は6対2、今日はブロックポイント冴えているカルバハル、サウスポーのベルが映っています。アウト、よく見ています、アナ・パウラ、そしてマルシア、4点差、ブラジルが追いかけています。ルイスクロス、アナ・パウラレシーブ、アンダーでアナ・モーズでクロスはアウトか、アウト、いい形になりつつあるんですけどね、最後の最後ちょっと決め手がね、そうですね、もう少し短ければという感じなんですが、そうですね、スパイクは長くなりました。アナ・パウラ、フェルナンダで移動攻撃でリーダー、ワンタッチありましたね、ワンタッチありました、リーダーが今までも本当に苦しいところで結構助けてますよね、彼女はですね、チームムードメーカーですよね、そしてセッターのフェルナンダ、リーダーのサーブです。ルイス、昨日と打って変わってですね、ルイスに上げる回してくれるトスが多くなってきましたね。そうですね、エースに上げるトスがかなり多くなってまいりました。キューバチームです。4点差、マルシア、フェルナンダでライトから、今のはアタックラインを踏みましたね、アウトポジションです。なるほど、アタックラインを踏み越してしまいました、得点は7対2、イスケールド、マルシアで速攻だ、アナ・パウラ、さあブラジルチームチャンスです。アナ・モーゼ2枚、すごいレシーブ、イシュベルト、ものすごいカルバハル、さあどうするブラジル、アナ・モーゼエースが打ったが、今日はかなり浮かしてしまいました。タッチセットありましたね、タッチセットがありましたか、キューバセッターコースターにタッチセットありました、コースターが起こっています、それをですねカルバハルがね止めに入りましたよ。そうですね、さ
さすがカルバルね、よくチームをね、冷静にさせてますよ。今日は好調のカルバル。アナモーゼ、アナモーゼがね、やっぱり一発目にね、ブロック取られましたんでね、それからちょっとね、力みがありますね。気にしてますかね、やはり、はい。まあ、得点力のそのアナモーゼが今のところは大変苦労しています。マルシア、フェルナンド、ドット、はい、今のオーバーネット、はい、ベル、得点は7対2、5点差。セッターのフェルナンダ、イスケールド、サウスポーのベルガン、クロスに打っています、はい。イルマに代わって入ったディアスがそのままフォワード回ってますね。そうですね、ディアス・バーナー、まあ、こういったケースの今まであまりありませんでした、はい、ブラジルチームです、はい、時間差、マルシア、これが18番ですね、そうですね、はい。まあ、マルシアも非常に盛り上げるっていうか、こう列車が大きいですからね、はい。さあ、そしてここで13番のキャプテンが入ってまいりましたね、はい、リーダーに変わりましたね、はい、リーダーに変わりまして13番サングラード、アナフラビア、1m87cm、24歳のこの人がキャプテンです。そうです、でブロック強化ですね、はい。ライトからアウトですね、アウトになりました、はい。4点差、3対7。例えばキューバの監督が、はい、ベンチにブラジルには一人強いいい選手がいるという話をしていましたが、この選手ね、キャプテンね、サングラード、素晴らしい選手ですよ。そうですね、はい。さあ、いいレシーブだ、どうだ、入りました、入りました、バーナが決めています。メンバーチェンジが当たってますね。そうですね、はい。今10番のバーナと、それから13番のアナフラビアが入っています、はい、ブラジルチーム。まあ、こういったケースは今まではここの大会ではありませんでした、はい。窮地を救っています。カルバル、2枚ブロックだ、キャプテンが決めた、はい、アナフラビア、はい、2点差、ベンチの采配ズバリですよ、3枚飛んで、はい。アナパウラ、あーコスタ、はい、セッターがこの強烈なスパイク、はい、もうすごいスパイク打ちます、セッター2番のコスタと4番のイスケールド。さあ、この後ですね、はい、ブラジルはこの後1本大事にしたいですね、コスタのサーブ、速攻だ、マルシア、はい、いいですね、A クッキーが決まっています。得点は7対5、サイドアウト。さあ、あとはね、アナモーゼね、はい、アナモーゼに頑張ってほしいです、バーナ、ベル、まあ、これはね、もうしょうがないですね、1対1になった場合はね、はい、高さありますから、はい、サイドアウトになりました。サウスポーのベルが決めています、1枚、そのベルがサーブに下がっています。前衛にはルイス、それからカルバハルがいます。キューバチーム、ちょっと崩されてしまいました。アナモーゼ、2枚ですが、あ、今日はどうもスパイスがない、そうですね、目の前にですね、カルバハルがいるんですよ、どうしても意識しますよね、目に入りますんでね、はい、その分だけアウトになってます。8対5、3点差、アナパウラ、フェルナンダで時間差、マルシア、はい、これが決まります。なかなか決まります、ね、今日はよく読んでですね、これ見てください、3枚ついたんですよ、その間を抜きましたね、はい、3点差、マルシアがサーブに下がっています。コスタ、カルバハル、はい、他のチームはですね、あれが C クイックになるんですけど、C のセミなんですね、キューバの場合は。なるほど、高さが違いますので、そんなに速さはないんですけど、90センチ、はい、そのカルバハル、シングルハンドで移動攻撃、はい、キャプテンが決めています、アナフラビア。しかしフェルナンダナイストスですよ。そうですね、ワンハンドで、ワンハンド、はい、現在イーダとそれからイルマがベンチに下がっています。ブラジルチーム、キャプテンのアナフラビア、トレストレスもいました、はい、誰でも打つことができます。そうですね、やっぱりキューバから連続得点するのはなかなか難しいんでね、1点ずつ辛抱ですね、はい、3点差、イスケールド、マルシア、フェルナンド、トゥータが拾われた、苦しい、でルイスのフェイントがうまい、はい、あれだけ強打強打をね打ってますとね、どうしてもレシーブ引きますよね、はい、さすがベテランです、よく見てます、誰もいなくて、あ
懸命にアナフラビア返すことはできませんでした。これはアウトになりました。得点は現在9対5。センタープレーヤー人気者アナパウラが映りました。そしてアナモーゼジャンピングサーブですがどうか。入りました。イシケルド、センターからトレス高い、拾ったアナフラビアからフェルナンダ、どうだバーナ、そしてアルイスブロック見つかっているが返すことはできません、はい、いや見応えのあるなかなかの攻防です。そうですね、まあ、場内からもう本当に温かい拍手と言いましょうかね、こういった拍手もちょっと珍しかったですよね、そうですね、ルイスです。長い見送ったがアウトです、ね、よく見ています、はい、マルシア。さあここで9は2本続けてダブりましたので、ね、1点挽回するチャンスです。キューバは、はい、あのブラジルは4点差。フェルナンダ、ルイス、イスケルド、ベルタがアウト、はい、6点目が入りました。3点差。もう1回ご覧いただきましょう。あ、これは、ね、はい、1枚でしたけどね、助かりましたね、はい、さあセッターのベンツリーにフェルナンダ、コスタストレート、はい、アナモーゼ2段でアナモーゼバカダック、ルイスです。2段だ、あブロック、はい、ブロックブロックブロック、マルシア、マルシアですね、マルシアです、はい、7対9 3枚ついてる、はい、マルシアの右手で決めました、マルシア決めると本当にそのガッツポーズが何かねチームのムードを変えます。イシケルド、ベルデ、これは決まりました。得点は9対7、サイドアウト。ブラジルチームは昨日の準決勝で苦しんで苦しんでロシアを逆転してフルセット破っています。今日の決勝戦も今のところ劣勢。フェイント、カルバハル、あ背が高いんでね、2度ジャンプできましたね。そうですね、はいはい、これでキューバチームはまた先に10点を取りまして得点は10対7、1分間のテクニカルタイムアウトということになりました。いやしかしだいぶこのセットはそのブラジルチームをその、サポーターの後押しもかなりあるようですが、はい、ずいぶんですね、コンビネーションがね、随所に出てきましたんでね、それと途中から入りましたバーナー、はい、それとキャプテンのサングラード、いい働きしてます。そうですね、はいはい、さあ一方のキューバチームが映っています。世界選手権は、まあ、今年のこの12回大会はこのブラジルで行われていますが、4年後はいよいよ史上初めて日本で、そうですね、男女とも行われますからね、はい、まあ、その意味では日本は今日は7位と8位の決定戦で中国に、はい、まあ、苦しんだんですが、スルスルと勝ちまして、なんとか、まあ、7位という成績ではありました、ね、まあ、中国を破ってね、7位というんで価値はあると思います、はい、7位という成績でした、まあ、4年後はなんとかこの決勝戦に駒を進めてもらいたいものだと思いますが、まあ、今回は地元ブラジル頑張って決勝戦に駒を進めて、これが初めての決勝進出。4年後はね、バルセロナオリンピックの、はい、覇者、日本が相手です。決勝に出たいですね。そうですね、はい、まあ、4年間短い時間ではありますがね、まあ、どのような形でね、はい、その全日本が立て直しを図ってまいりますか、注目されますが、まあ、今日の全日本チームはこの会場内でこの試合をじっくり観戦してますからね、まぶたに焼き付けてますからね、観戦、はい、といいますかじっくりと研究しているはずです、はい、マルシア、まあ、いいところにいました。カルバハルでフェイント、3枚ついていて、まあ、落ち着いています。落ち着きますね。11点目。今日は本当カルバハルのこの集中力ね、素晴らしいものがあります。まあ世界のセンタープレーヤーということは分かりますけど、はい、まあ今日の決勝戦では大変な活躍です。レフトがまたカルバハルか。2人で当たりましたね。2人で、はい、はい、12点目が入りました。12対7。今度はブラジルチームが、ここで30秒間のフリータイムアウトを取りました。なんとか流れを変えたいというこのフリータイムアウトです。このあの大きな、そうですね、本当に嬉しそうな顔してますよね、カルバハル・マガリーは、まあ、26歳にもなったわけですね、まあ、あのバルセロナオリンピックの時にはね、はい、あのベストブロッカー賞を獲得しています。さあそして今ブラジルのレジェンデ・ベルナルド監督35歳が懸命の指示をしているところです。ブラジルチームここまでのブロック、まあ、やはり10本、そうですね、はいはい、ポイントが9点があります。ブロックキューバチーム、一方のブラジルは4本のうち3点のポイント、ブロックポイント、はい、ただこの3点はね、2セット目の3点ですからね、タイミングが本当にね少しずつ合ってきましたね、はい、それと止めないまでもワンタッチでね、チャンスボール取れれば、
ブラジルのコンビネーションバレーができますんでね、はい、さあトレスコサーブです。フランスサーブを見切りました、はい、さあこの後ですね、そうですね、数点にしたいです、はい、サーブがアナパウラ、前衛にはアナフラビア、それからマルシアと、そしてバーナがいます。ベル1枚、あっとその後のフォローが足りない、サイドアウト。サーブに下がったのは2番のコスタ、ライトからバーナークロス、弱かったが決まりました、はい、そうですね、今のようにですね、向きになって打たないでですね、少し相手を見てですね、空いてるところ、空いてるところ、ね、少し弱くてもいいですから、はい、狙って打ちたいですね。そうですか、はい、そのバーナのジャンピングサーブです。なかなか強烈、カルバハル3枚ついている、はい、フォロー、今度は軽く打ちました、アナモーゼ、高が上がってベル2枚ついているストレート、サウスポーで入りましたね。サウスポーでね、あのコース打つのは難しいと思うんですけどね、ちょうど肩幅の分だけあるわけですもんね、はい、そしてベルのサーブです。キューバ5点をリード、移動攻撃、マルシア、カルバハルですか、はい、13点目が入りました。得点は13対7、ベルのサーブは続きます。マルシア、フェルナンドで速攻だ、はい、アナフラビア、第1セットは15対2、キューバが取っています。第2セットは13対7、ここまでは大きくキューバがリード。マルシアです、コスタでルイス、ブロックの上ですね、はい、これはしょうがないです、はい、まあ、今のところはさすがにその2年前のバルセロナオリンピックの覇者というところを十分見せつけていますね、はい、そしてカルバハル、あ、乱れました、これは苦しい、あのままで肩アタックだ、あ、そうです、逆にですね、今のようなね、何個の場合は脆いところありますんでね、もう少し対応してもいいと思うんですけどね、そうですか、逆にまた平割りでもリズム変わってきますんでね、相手のリズムを崩していきたいですね、はい、なんとかその流れと言いましょうかね、はい、アナフラビア、トレス2枚懸命についているんですが、その横でした、ブロック関係ないですね、関係ないですね、はい、13対7、サーバーイスケルド、長いか、あっとアナボーゼ、あ、2枚トーレス、ブロックポイント、トー、はい、トーレスですか、センタープレイヤーはもう本当に1m90 の、ね、ね、壁ですからね、そうですね、さあセットポイントです、キューバチーム、アナモーゼ、はい、今のもねちょっと力を抜いてね、抜いてきましたよね、はい、そうですね、十分だと思いますよ、その前もそうでしたね、はい、もうとにかく打ち合いになったら負けるんですからね、はい、なんとかセットポイントを逃れていますブラジルチーム。そしてアナモーゼのジャンピングサーブ、あ、いいサーブだ、崩している、ライトからコスタストレート、アウト、アウト、はい、ポイントブラジルです、ポイントブラジル、しかしまだ6点があります。アナモーゼ、イスケルドでコスタ、これもアウトになりました、ね、はい、セッターが上げてセッターが打ったんですが9点目が入りました、これは大きくアウト。アナモーゼのサーブは続きます、これもなかなかいい、今のっと、はい、ドリブルですね、はい、ドリブル、はい、キューバチーム10点目が入りました、10対4です、ブラジル、ここでキューバ、30秒間のフリータイムアウトを取りました、あと1点というところ、なかなか14点からの追い上げは厳しいとは思いますが、そうですね、結構ですね、こう攻めてると、はい、キューバっていうチームは意外と脆いところありますよね、ただ受け身にもありますね、はい、やっぱりことばかり傘にかかってきますんでね、さあそのキューバチーム得点は14対10です。この放送は解説米田和則さん、実況担当宮澤隆史で、ブラジルサンパウロより衛星生中継でお伝えしています。現在のこちらの時間は
10月の30日日曜日の午後4時50まもなく1分になろうとしています。アナモーゼのチャンスが続きます。あと4点ブラジルチーム強豪のキューバ相手に大変苦しい試合を強いられています。あ、これもなかなか良かった。はい、崩しているカルバハルからルイスだ。セッターに渡らなかったんですが、そうですね、ネットから10メートル近く、ね、高く上げてそれを打ち切っていますからね、この世界のもう本当にナンバーワンのスパイカーのね、はい、このスパイクをご覧いただきました。そしてルイスがサーブに下がっています。あーっとマルシア、最後はルイスのサーブポイントで15対10ということになりました。このセットもキューバが取りました。これでセットカウントは2対0となっています。この放送は解説米田和成さん、実況担当宮澤隆史で、南半球のブラジルサンパウロより衛星生中継でお伝えしています。ここまでのサーブの、ポイントが出ていますね。サービスエース2点ですね、はい、それからエラーが7つですから、結構そうですね、キューバのサーブも多いわけですね。くれてはいるんですけどね、さあこれからセットカウント2対0、キューバがリードして第3セットに入ります、はい、さあ出だしですね。そうですね、さあどうでしょうか今回のこの、はい、今ここまでのポイントの取り方ですね、はい、サーブで2点、はい、やっぱりブロックが随分差がありますね。そうですね、11対3ですからね、はい、スパイクは11対4、相手のエラーでの得点はまあ大体5分でしょうか。そうですね、5分ですね、6点と5点、はい、サーブがキューバは2本あります。ブラジルはサーブポイントはありません。全得点は30点と12点です。さあ3セット目はブラジルはイルマを戻しましたかね、はい、イルマ戻してますか、はい、それからアナフラビアがそのまま入っています。そうですね、はい、入ってます。したがってイーダが入っていないわけですね。そうですね、はい、イーダと交代しましたね、はい、さあこれから第3セットが始まります。一方のキューバは全くオーダーは変わっていません。アナモーゼ、あ、これ長い、アウト、調子が出ませんね。そうですね、はい、やはりあのアナモーズが昨日もあのロシア戦の第5セットはアナモーズがほとんど決めましたからね。最後やっぱりエースが決めましたからね、マルシア、フェルナンドで移動攻撃、はい、アナフラビア、アナフラビアもね、昨日までほとんど出番なかったんですけど ね、そうなんですね、よく頑張ってますよね、いきなり決勝戦で、はい、ですからこの人のプレーを見るのは私とも初めてなんですよね。まあ、今まではブロッカーとして出ていましたが、はい、さあブロック、はい、アナフラビア、ブロックポイントが出ました、はい、アナフラビア、まあ、この人がキューバの監督の言っていました、まあ、最も怖い選手が一人そうです、ね、ベンチにいると言っていた、ね、はい、したからね、アナフラビアです。ベル、レシーブ、フェルナンダ、どうだ、ブロック2枚、カルバハルです。だから今のようにですね、もう2枚疲れた時にですね、もうとにかくフェントとかですね、ブロックアウトとか、はい、少し考えてほしいですね。そうですね、まともにいってます、はい、今まではそれがねもうほとんど決まっていたんですけどね、キューバにはねやっぱりちょっと考えた方がいいですよ、どうだ、時間差でマルシア、はい、まあ、昨日もあのロシアのバトフシナ、まあ、最初は苦労していたんですが、はい、それを止めたわけですよね。そうですよね、はい、ブラジルサーブ、はい、サーブポイントか、アナフラビア、はい、ブロックポイント、サービスポイント、サービスポイントはこれが初めてですね、初めてですね、はい、アナフラビア、ブロックポイント、サーブポイント2点、アナフラビアで取りました、はい、ブラジルのキャプテン頑張ります。得点は2対0アナフラビア、ルイスレシーブしてイスケルト、2枚ブロックはキューバボールになっています。カルバール3枚、レシーブアナモーゼ、フェルナンダでライトからマルキアン、はい、っとブロックはアウトがアウト、アウト、ルイスのブロックを止めています。マルシア3対0、いいリズムです、はい、第3セット、このキャプテンのアナフラビアが頑張っています。はい、これはどうだ、少しに渡ってルイスが軽く打ったが、これもどうだ、苦しい、キューバさあチャンスですね、はい、そうですが返す、ブラジルドルス、フェルナンダ、どうだ、はい、タイミングが外して
イルマが決めています、はい、当たり損ねが帰ってね、大敗しましたよ、はい、今まではねこの強烈だったんですが、はい、それをかいくぐって、はい、イルマ決めて4戦目、地響きが起こっています。リビラプレラ体育館、アナフラビア、ルイス、ホスタでセンターからカルバハル出てまいりました。カルバハル、いや今のはねしょうがないですから、この後ねとにかく辛抱ですね、はい、サイドアウトを取ることです。そうですね、はい、このカルバハルがサーブにかかっています。アナモーゼ、フェルナンダでどうだ、強打、イルマです。そしてルイス、エースの打ち合い、はい、私取ってますよ、はい、シグルハンドでセンターから、はい、マルシアです。なんとか切りました。1回で切っていますブラジルチーム。アルデラ、イルマ乱れた、2段になった、ルイス、はい、ホイッスルが鳴ってブロックにタッチデッドありましたね。あ、ブロックにありましたか、はい、はい、という表情です。そうですね、どうでしょうか、ね、はい、ありましたか、ブラジルチーム、はい、懸命についていましたがタッチデッド、サイドアウト、イスケールド、バックアタック、アーストから止まった、はい、ルイスが止めています。ようやくこのセット1点を返しています。キューバチーム得点は4対1。サーバーイスケールド、どこに持っていく、風の速攻弾、またブロックだ、トーレスか、トーレスですね、トーレス、もう打つ前に押せられるという感じですかね、2点差、はい、縦の速攻が封じられてしまいましたブラジルです。あっと崩れた、どうだ、セッターに渡っている、あのモーゼ、イスケルド、そしてルイス、2枚ついてのストレート、どうすることもできません、はい、3連続ポイント。さあ今ねアタッカー3枚、それにイルマン加えて4枚ね打てる選手いるんでね、はい、なんとか絡みで使ってほしいですね、イスケルド、はい、フェルナンダ で、はい、いいですよ、マルチャー、長いか、ワンタッチがありました、ありましたね、ありました、はい、そしてマルチャーです。あ、乱れた、これは打つことができませんか、弱い、アナモーゼストレート決まった、アウトか、アウトですか、いっぱいだがアウト、先ほどからですねアナモーゼクロスってシャットアウト食らってるんですよね、で今度は考えてストレート打ちましたけどね、はい、やはりね肩がねやっぱり力入ってますんでね、その分意識してますよね、手を変え品を変えやってるわけですが、なかなかやはりキューバの画像は、まあ、崩せせないという感じの現在の状況です、はい、キューバ1点を追っています。キャプテンのルイスのサーブ、マルシア、フェルナンドで移動攻撃、アナパウラ捕まった、8番のベルが待っていました。4対4の同点、4対4の同点です。アウト、はい、もう一度仕切り直しですね。そうですね、はい、いい形で、ね、4点リードしたんですからね、はい、スタートに下がりましたのは5番のロドリゲス、アナ・パウラ、22歳、ベルです、サイドアウト、そして19歳のトレスです、まあ、本当に表情見てましても手不手心ですね、そうですね、本当にあーっと1枚カルバハルに捕まった、イルマが捕まっています、はい、強打、逆転、キューバは5点を先に取りました。5対4でここで1分間のテクニカルタイムアウトということになりました、まあ、4対0から結局5連続失点ですか、ブラジルチームはやっぱりキューバはブロック力ありますからね、連続得点取りやすいですよね、はい、今もイルマが捕まりましたけども、今日のカルバールのブロックは絶好調なんですよね、よく相手が見えてます、はい、だからその前からね打つのはやっぱり損でしょうね、はい、もっとサイドからサイドからね、揺さぶってほしいですね、はい、さあこのベルナルド監督の指示がどのような指示であってね、はい、どのようにこの後のそのタイムアウトの後、変わってくるのか、
今までのチームですとね、あれで良かったんですよ、もう本当に、ね、バックスパイクを絡めたコンビ攻撃でね、必ず最低1枚にはしてくれましたからね、フェルナンダが、それが通用してたんですけども、ただキューバの場合はやっぱり1枚ブロックでのね、やっぱりブロック能力ありますね。そうですね、まあ、日本チームも準々決勝で見つかりましてね、まあ、ブラジルの前によく頑張ってはいたんですよね、はい、そうなんですよ、勝てるチャンス何回もあったんですけどね、日本チームはストレート負けを喫しています。その日本チームは今日の決勝戦じっくりとこの会場で研究をしております。トレスのサーブです。先頭再開、フェルナンダ、アナモーゼ、カルバハル入りました。またまたポイント、はい、もうブラジルはとにかく1位も2位もね、アナモーゼをもっと開き直って、そうですね、もっと大胆にやってほしいですね。キューバチームは6連続ポイント、アナモーゼのフェイント、またいろいろ変えてきたんだが拾われた。そしてサスポーベル2枚ブロックついている、イスケルド、そしてサスポーのベル2枚ブロック、さあチャンスか、ブラジルどうする、速攻だ、あのフラビア、そして乱れた、チャンスはブラジルです。さあこれですね、はい、アナモーゼ長い、やっぱりジャンプがね中途半端になってますよ。どうしても手打ちでね、入れてこう、入れてこう、大事に大事に行き過ぎてますね。はい、打点もあまり高くありませんでした、はい、ジャンプしてません。キューバチームが7連続ポイント、移動攻撃、チーロワイド、アナフラビアです。得点は7対4。まあ、今年は1回もそのキューバ相手に負けていないというブラジルなんですが、ただやっぱりね、いろんな大会と世界選手権とではもう全然重みが違いますからね、まあ、それだけそのね、その強豪チームの真剣度というのは本当に伺える、力と力の激突です、世界選手権今年のね、一番のイベントですからね、ハイライトですからね、もう1回切り返して、カルバハルが高い、1m90cm 高い、高いというところです。一応ついてしっかり飛んでるわけですが、やっぱり高さがありますね、やっぱり相手のコートよく見えてますよね、はい、コスタ移動攻撃はブロックは、これ吸い込みになりました。アナフラビアがね、本当に大転倒してますよ、なかなかあのこういった決勝戦でしかもここまで出番があまりなかったわけですからね、さすがキャプテンです、それを考えますとよく働いています、頑張っているフェルナンダのサーブ、そしてサウスポーのベル、フェルナンダ返すことはできませんでした。ベルがですね、ストレート打ちが得意なんですよね、さあそのベルが下がっています。あ、乱れました。あ、これはブラジル苦しくなっていますが、なんとか返した。さあキューバどうやって点を取るか、ルイスだ、ギルマ返すことはできませんでした。これでポイント8点目が入りました。8対4です。また警告はキューバチーム、はい、決めた後にですね、ミレイア・ルイスがブラジルの選手に対してね、どうだと言わんばかりに何か喋りましたよね、相手を威嚇したということで、あ、そうですか、イエローカードが出ましたね、はい、今日これでイエローカードはそうですね、ブラジルに2回で今1回ですね、はい、1回ずつということになりました、ね、得点は4対8です。マルシア、フェルナンドで移動攻撃、アナフラビア、はい、アウト、サイドアウト、まあ、このセットはまだ4対8ですから、どうなるかちょっと分かりませんよね、そうですよ、はい、さあここから点を返すことができるかどうか、ブラジルチーム、アナフラビアのサーブです。ルイズが、これは高い、もうこれはどうしようもないですね、はい、やっぱりでも終わってからかなり吠えてますね、ルイズも、そうですね、はい、もう気合が入ってますよ、いや、そりゃそうですよね、本当に世界のチャンピオンを決めるね、はい、世界選手権、はい、やはりオリンピックもこれはもう世界の強豪チームは真剣勝負です、はい、サーブポイント、カルバハル今日はサーブにブロックに大活躍ですね、やはりあの世界のセンタープレーヤーカルバハルといった存在を十分に見せつけています。時間差はマルシア、サイドアウト、マルシアも吠えています、はい、ただこの場内の、お客さんたちが随分こう、警官と言いましょうか、はい、意外とお互いにですね、興奮してますね、はい、決めた後こうどうだということをね、威嚇しすぎてますんでね、
今主審がキャプテンを呼びましてね、はい、注意しましたね。そうですね、はい、ルイスとそれからアナフラビアです、はい、でお互い気持ちよくね、気持ちよく分かりました、はいはい、さあそしてここでブラジルチームが12番の今ベガ・エッソーナが起用されています、はい、ピンチサーバーです。そしてイルマが、今退いています、はい、それはしかしアウトになりました。いやこうなってくると本当にブラジルも手を返したおかえ今までにないようなやはり監督采配ですね、はい、時間差マルシア、まあ、今までは本当に選手の交代はピンチサーバーで、そうですね、あるいはワンポイントブロッカーであるかなというぐらいですもんね、はい、ただやはりねあの勝ってる時はね、はい、動かなくていいと思うんですけど、負けてるとやっぱり監督というのはね作戦タイム2回のメンバーチェンジ6回、全部やりきってね、なるほど、負けるのはしょうがないと思います、はい、9番ルイスクロス、得点は9対4です。第1セットは15対2、第1セットが15対10、ともにキューバが取っています。このセットをキューバが取りますとその瞬間世界のナンバーワンが決まります。レフトがアナモーゼ、はい、来ましたね、はい、久々にアナモーゼが決まりましたんでね、だいぶリズムは出てきますよね、はい、そしてアナ・パウラがサーブに下がっています。乱れています。崩したベルダ、チャンスです。ブラジル得点のチャンス、マルシアバックアタック、5点目が入りました。さあ美貌の持ち主アナ・パウラのサーブは続きます。これも崩れています。ルイスがレシーブしてベルに当てて上がってますよ、上がっている、下がっているか、はい、アナ・モーゼキーパーどうする、どうだ、ベーッとトレスが打った。アナ・モーゼを襲っています。そしてトレスがサーブに下がりました。アナ・モーゼこれも苦しい、打ったのはアナ・パウラ、そしてサウスポーのベルですが、ホイッスルか、違いますね、お客さんのホイッスルでした、はいでね、はいはい、これが決まってしまいました、得点は10対5ということでキューバチームがまた10点を先に取りまして、ここで1分間のテクニカルタイムアウトということになりました。いろいろとそうですね、ブラジルもそうなんですよ、一生懸命ですね、はい、ベンチの方もですね、メンバーチェンジあり、まあ、もちろん作戦タイムを使ってですね、はい、いろんな指示を出してるんですけどね、いかんせんやっぱりビクともしないですね、キューバは。そうですね、はい、こういったその米田さんも、前の全日本の監督時代にいろいろとこういったケースというのはね、はい、あったと思いますが、はい、まあ、そういった時には、はい、キューバとやるときはですね、まあ、とにかく1にも2にもですね受け身に回った時にね、はい、もう本当にとてつもない力を出してきますんでね、とにかくこっちで攻めて攻めて攻めまくって負けるのはしょうがないと、はい、ただ1本でも2本でも受け身にならないようにね、という気持ちの上でのね、はい、もちろんサーブからね、もうとにかく攻めていこうということを合言葉にやってましたけどね。あ、なるほど、さあしかし今までは攻めて攻めてきたブラジルですが、ここまではちょっと苦しい戦いになっています。そうですね、ここまでのそのポイントの取り方、はい、今出ました。得点が10対5です。入ったか、はい、パワーポイント、トレス11点目、大観衆が大きなため息です。6点差、マルシア、フェルナンドで移動攻撃、アナスラビア、はい、そうですね、タイムアウトになりました。はい、今のように外に外にね、ブロックを利用した外に、弾き出すと、はい、いうこともね、やっぱり技術ですからね。そしてアナモーゼ、これは入った、コスタレシーブ、あーとコートの真ん中、はい、カルバハルです。逆にフェントやられてますよね。そうですね、今みたいな状況で、しかし、今日だと見てられない、最初からなんかフェントみたいな、ね、感じですが、まだ読んでほしかったですね、はい、コスタのサーブポイントです。 あとはね、もう気持ちの上でね、やっぱりね、切れてしまっちゃね、はい、どうしようもないですからね、もう一度最後の踏ん張り見せてほしいです。はい、得点は12対5、マルシア、これもサーポイントが、はい、今ホイッスルというか今ベルが鳴っていたんですがね、ベルが鳴っていましたが、
ベルは完全に今はっきり私の耳に聞こえました。主審のですね、ホイッスルが鳴った後のベルという判断ですね。あ、そうですか、はい、認められません。あ、13点目サーポイントになりました。あ、ここで今、はい、ブラジルのベルナード監督が30秒間のフリータイムアウトを取りました、はい、今の1点もちょっと大きな1点ですが ね、 もったいない1点でしたよね。マルシアも完全にあの気を抜いていたような感じがありました。監督さんね、レジェンダ監督さん立ち上がりましたんでね、あ、タイムかなという感じでね、はい、集中力にかけましたよね、どうしてもね。そうですね、得点は13対5になっています。さあ、ここはもうちょっと今のところはもう本当にここで頑張らないということになりました。そうですね、ここで頑張らないとね、もう最後の最後ですからね、はい、苦労して苦労してね、本当にね、何年もかけてね、引き上げてきた最後のファイナルセット、はい、ファイナル、これで最後一踏ん張りね、はい、意地を見せてほしいです。そうですね、はい、得点は13対5になっています。キューバには全力でぶつかりたいと言っていました。そのブラジルチーム劣勢です。あ、これも崩れた。ベルのフェイント、コートの真ん中、返すことはできません。さあ、ついにというか、はい、早くもというか、はい、キューバのマッチポイントになりました。キューバのマッチポイント、コースのサーブ、どうだ、ブロック、ポイント、はい、最後はカルバハルか、はい、試合終了。第3セットは15対5、セットカウント3対0、ストレートでキューバが世界選手権2回目の優勝です。ブラジル決勝まで駒を進めましたが、残念無念、キューバの牙城を崩すことはできませんでした。キューバチームは実に78年の8回大会で4大会ぶりの2回目の優勝です、はい、見事な優勝でした。そうですね、いや、最後はやはりこの試合を象徴するようなブロックのポイントが決まりました ね、 ね、カルバハルがね、本当に最初から最後まで、はい、いい働きしました。そうですね、はい、それと一人一人ね、ルイス、ベル、はい、カルバハル、はい、トレス、もちろん両セッター、はい、一人一人が自分たちの仕事をしっかりとね、やりましたね。そうですね、はい、まあ、しかしもう全然その点差の苦しいところ、こういったところはなくて、意外とそうですね、ガン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 、まあ、3セット目ね、4対0もねちょっと走られたかなという感じはしましたけど、はい、それとも一つも慌てませんでしたね、まあ、今年は4回戦ってキューバチームは一つも勝つことはできなかったということなんですが、さすがにキューバチーム圧倒的な強さを発揮して、ね、やはり世界ナンバーワンというのをアピールしました、はい、まあ、これであのバルセロナオリンピックに続きまして、2年後のこの現在のこの大会も覇者になったわけで、そうですね、オリンピック、はい、世界選手権、これは立派です ね、 そうですね、本当にもう女王の座をね、しっかりと守ってます、はい、そうですね、はい、キューバチームはこの世界選手権は7回目の出場にしまして、78年の8回大会以来2回目の優勝ということになったわけです。この喜びを、はい、やはりあの世界の頂点に立った、それが自分に分かります ね、 そうですね、このルイスがね、はい、この大ベテランが、本当にね涙出して喜んでますよね、はい、しかし考えてみると、これで7試合、まあ、7連勝でその世界チャンピオンになったわけなんですが、はい、結局セットは1セットも落としないんですね。落とさなかったと、はい、パーフェクト勝利です、まあ、こんな世界選手権での覇者も珍しいんじゃないですか。穴開いてますね、やはり、はい、まあ、しかしあの、日本の練習を私ども取材に行った時にも、まあ、その前にキューバチームが、ね、やってましたが、はい、したそのキューバの練習ぶりが、はい、そうですね、目の真剣度が違いですからね。皆さんはね、一人一人の素材が違うとかジャンプ力が違うとか言われますけど、キューバチームがね、はい、世界で一番よく練習してますよ。ウェイトトレーニングね、もちろんボールを使う練習ね、はい、本当にね何回も何回も繰り返してね、一番練習してるんじゃないですかね。あ、なるほど、はいはい、やっぱり世界一になるべくしてなってますよね。そうですか、はいはい、これから表彰式が行われますが、まあ、キューバチームは2番のコスタ、3番ルイス、4番イスキエルド、8番ベル、10番トレス、15番カルバハルト、まあ、まだまだアトランタムぐらいまでは、いや、もう本当にね、他のチームはとにかくね、キューバをいかに倒すかがね、世界のみんなのチームのね、そうですね、他のチームの目標になってきますね、
まあ、しかし、まあ、これだけの観衆の中で、地元のブラジルチームが本当に予選リーグではものすごいその勢いをね、はい、そうですね、感じさせてくれましたよね、いや本当これだけのプレッシャーの中でね、本当にブラジルチームね決勝までよく来たと思います。さあそして世界チャンピオンとなりましたキューバチーム、そしてよく頑張って、まあ、初めての決勝進出、まあ、結果的には敗れましたが、はい、そのブラジルチームがそれから一度ちょっと、この会場を後にしまして、はい、まあ、再び表彰式で姿を見せようというところです。11番のマルシアが映っています。まあ、ご覧のようにもう本当にこの黄色一色でね、そうですね、この中で行われました。もう 99.9% ね、地元ブラジルの応援でね、はい、皆さんすごいサポートしてくれましたけどね、まあ、あの最初はブラジルチームは予選ではそのゼロホリゾンテという、はい、このブラジルの第4の都市で行われましたが、はい、その会場には連日大体2万5000のお客さんが入ったということ で、ね、はい、最初はやはりこの、イビラプレア大会に来た時には、多少なりとも少しこう上がっていたというかね、そうですね、緊張したということを監督言ってましたよね。大会の雰囲気が変わりましたんでね、あの初戦の日本戦ではね、はい、ちょっと緊張感があったという話をしてましたよね。さあこれが優勝した試合が ね、はい、決まった瞬間ですが、飛び跳ねてその、またジャンプ力をいかんなく発揮したという感じ で、喜んだそのキューバチームの優勝の決定の瞬間を今ご覧いただきました。はい、まあ、これで正式に順位が決まりまして、そうですね、優勝がキューバですね、はい、で2位がブラジル、ブラジルも2位はこれ世界選手権は初めてですからね、素晴らしい出来ですよ。で3位がロシア、そうですね、4位が韓国、はい、5位ドイツ、6位アメリカ、7位日本、8位中国ということで、どうでしょう、この中でそのベスト4にアジア の、アジア大会で優勝した韓国が入ったと、はい、入りましたね、いうのもちょっと驚きでしたね。しかしね、素晴らしい粘りを見せてくれましたよ韓国はね。そうですね、はいはい、それの話はじゃあコマーシャルの後、はい、お聞きしたいと思います。この放送は解説米田和則さん、実況担当宮澤隆でこのブラジルサンパウロより衛星生中継で皆様にお伝えしています。ご覧いただきました94年、バレーボールの世界選手権の女子3対0というストレートを持ちまして、キューバが地元のブラジルを破りまして、この世界選手権2回目の優勝を果たしております。さあその最終順位なんですが、はい、もう一回言いますと1位がキューバ、2位がブラジル、3位ロシア、4位が韓国、はい、以下ドイツ、アメリカ、7位が日本で、8位が中国ということになりました。この大会の中で、まあ、韓国の今頑張りという話が、はい、素晴らしい、ね、はい、レシーブ力でね、ただその上位3つに対してはね、はい、どうしても高さというハンデがありましたんでね、これ以上上に行くのは厳しいかなという感もありましたけど、はい、ただ堂々のね、ベスト4、これは立派です。はい、今日は3対1でロシアに敗れまして4位ということになりました。はい、それからロシアが今回の大会には、あのスミルノーワがその出産でいない、はいはい、アルタモノワが膝の故障で1回も出ていない、しかも飛車角抜きでね、はい、昨日もブラジルにあわやところまで、一歩まであと一歩まで追い詰めたし、今大会のロシア、バトフチナとベンソーワ、この2人でですね、本当に連日100本近いね、スパイクを打ちまくって3位に来た。そうですね、このね、あとスミルゾーンはと、はい、アルタモノが戻ってきた時のロシアというのはやっぱりね、はい、優勝候補の一角ですね。なるほど、射角抜きでベスト3まで来ましたんでね、これにはびっくりしました。はい、しかしこの世界選手権 の、 その世界の激突、はい、ちょっとあの日本の関係者の方のね、そうですね、姿があまり多くなかったというのはね、まあ、もちろんねブラジル遠かったんですけども、せめてね、最後の3日間のね、ベスト8からのね、試合見てほしかったですね。そうするとね、あの今年の暮れから始まる V リーグに向けましても、何か違ったね、世界のバレーはこういうバレーをやってるんだ、こういう流れなんていうものをね、すごく参考になったと思うんですよね。まあ、確かにね、あの日本の地球の反対側、はい、24時間も5時間もかかる遠い国ではあるんですが、はい、まあ、4年に一度の、ね、大イベントですからね、これは実にやっぱり本当に、あの日本の方には生でね、もちろんテレビでももちろんなんですがね、生で見ていただきたいなと思いましたね。はい、じゃあその中で日本は今日は中国にフルセット3対2逆転して勝ちまして、はい、7位という成績ですが、そうですね、どうでしょう、これはこれはね、あの、まあ、キューバが1位、ブラジルは2位、まあ、ロシア以下続いてますけども、基本的にはですね、はい、まあ、もちろんキューバ、これは頭一つね、正直やっぱりリードしてると思います、世界の中でね、で2番手のブラジル以下はですね、本当にね紙一重のところでね、こうその日の
状態とか、いろんなコンディションとかね、はい、いうことで日替わりでね2番から8番も変わると思うんですよね、そういう意味では逆に、はい、日本はこういうバレーをやるんだというものを今明確に打ち出しつつあるんでね、方向性としてはね、はい、間違ってないんじゃないかなという気はしましたね。そうですか、はい、その、 あの横田監督なんですが、まあ、あの応援してくれた日本のファンには申し訳ないと、日本の力が世界で7位とは思わないが、この結果をやはりきちんと受け止めなければいけないと思うと。でまあ、ただ今日中国に勝ったことは力をつけてきたと考えたいんだと、ただ最初はね、ロシアとか、中国、キューバのことを考えておけばいいと思っていたんだけども、やはりブラジルとか、アメリカもやっぱりみんな強かったという話をしてます。ですからこれからそのボールをですね、男性のようにこうガーンと打つようなそういったその筋力というか、もう一度そのもっと例えば基本的なことですよね、中学生とか高校生の時からの体力作り、これを見直してもいいんではないかなという話だったんですが、これはもう前からね、言われていることなんですけどもね、まあ、女子の世界のバレーを意識を変えなければいけないことを強く感じたと、まあ、今日もおそらくこの決勝戦をね、まあ、視察している横田監督の、まあ、弁だったわけですが、はい、それから日本の大林、キャプテンの話ですが、はい、まさか中国と7位と8位の決定戦で対戦するとは思わなかったと、できればもっと上位で戦いたかったと、ね、はい、悔しくて大変残念であるという話です。で今回の大会で1セットの重みを強く感じたと、来年以降はまた世界の上位を目指して頑張りたいという話です。いかがでしょうか。そうですね、全くその通りだと思いますね、特にですねベスト4をかけたね、はい、アメリカ戦、1対1になった後のね、3セット目一番大事なところでね、はい、やっぱり踏ん張りきれなかった、その辺がねもう本当に天国と地獄のね分かれ目でしたから ね、 日本は予選 D グループでチェコに勝ち、ケニアに勝ち、アメリカに敗れ2勝1敗で2位でした。その後ウクライナにストレート勝ち、ブラジルにはストレート負け、アメリカには1対3で敗れて、今日中国に3対2で勝って7位という成績だったわけです。さあそしてこの世界選手権が、はい、いよいよ4年後には日本ですね、日本ですね、はい、まあ、史上初めてその男子も女子も日本での開催ということになりますと、まあ、当然その力が入るわけですが、そうです、やっぱりその日本に立ち立ちしたなりそういった応援の中で、はい、いや今回もね、いつもブラジルとかね、南米の応援見て思うんですけども、やはり応援の方もね、サポーターの方もね、いろんなパフォーマンスをしながら、はい、一緒になって楽しんでね、一緒になってこう応援してほしいなと、いう気はしましたね。まあ、今日の応援をそのご覧になった方はまた一つ違ったパフォーマンスがあるんだということを ね、はい、お分かりいただけたんではないかという気がしますが、あの応援グッズも、ね、たくさんいろいろ添えてますので、ね、いろんなまた4年後に、ね、はい、参考にしたいと思いますけどね。そうですね、はい、まあ、それにしましても本当に地響きを立てるようなこの会場がなんか壊れていきますじゃないか、割れんばかりのね、もう本当にすごい歓声でしたね、もう宮沢さんの声が何度か聞こえない時ありましたんでね、まあ、今ね本当に機会が良くなってますからね、まあ、聞こえる方は聞こえるんですが、それでも本当に耳がつんざくような中での ね、 そうですね、決勝戦になりました、はい、しかし、まあ、本当に4年後には、この大会が日本で出るということで、あの参加チームも、女子は16チームですが、はい、男子が24チームに増えるという話も聞いてますからね、そうですね、本当にね世界の大イベントがね日本で見れる、しかも男女見れるという、はい、こんな幸せなことはないですね。そうですね、はい、今あのテレビをご覧の皆様には第3セット終盤のシーンをご覧いただいて、おります。まあ、それに関しても改めてそのキューバの強さ、あるいはまた世界のバレーの新しい一面を、ね、新しい流れをね、もちろん女子バレーというのはですね、はい、男性に近い形でね、どん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 今進んでますよね、はい、もちろんバックスパイクあり、いろんな色のブロックありね、はい、一つ一つとってもやっぱり男性的なものをいかに取り入れるかという、はい、いうのがやっぱり大きなポイントになりつつありますね。そうですね、はい、ですから横田監督も何か今大会を見てその自分たちのチームがやっていく方向性ね、これが分かったような気がすると。そうですね、まあ、特にあの今ブラジルがやってるね、まあ、キューバあたりはねちょっとまた別格になりますけど、ブラジルがやってる全員攻撃、はい、いつもあのバックスパイカーが2枚絡んでいく、こういう場でジャンピングサーブもしっかりね、はい、そういうところになってくるでしょうね。なるほど、はい、はい、どうも長い間解説ありがとうございました。ということでご覧いただきましたこの決勝戦は3対0のストレートでキューバが2回目の優勝を果たし、ブラジルは2位という結果でした。この放送の解説は米田和則さん、実況担当私宮澤隆でお伝えしてまいりました。無事に東北間の日程が消化されました。いよいよ4年後には日本でこの大会が開催されます。どうぞお楽しみに。それでは東京のスタジオの中村秀明アナウンサーお願いいたします。